はい、どうも皆さん、こんにちは。渡辺です。今日はですね、ほとんどの方が誤解しているヘアアイロンの使い方、これについてご紹介します。今日ご紹介するのは5つのポイントになります。間違った使い方をすると、例えば青毛が増えたりとか、髪の毛が細くなったりとか、毛先が跳ねたりとか、これで悩んでる方って結構いませんかね。今日ご紹介する5つのポイントをしっかりとやっていただければ、今のね悩みも解消できますので、ぜひ参考にしてみてください。それでは動画をどうぞ。まず1つ目はアイロンを入れる視点からです。基本的にアイロン入れるときは根元から入れるようにしてください。たまにね、こう中間ぐらいから入れる方もいらっしゃると思うんですけど、ここから入れてしまうとね、根元の癖が取れなくて、毛先ばっかりこう通してても跳ねたりする方も結構います。それは根元の癖が取れてないからが原因になってきます。なので一番最初入れるところは根元からしっかりと入れるようにしていく、これがポイントになります。アイロン入れる時の幅なんですけど、だいたい1センチから 1.5 センチ幅でやるようにしてください。で、癖が強い方に関しては1センチ幅でやるのがベストかと思います。次、2つ目のポイントなんですけど、根元からねアイロンを入れる時に、この毛束の角度はなるべく垂直、この角度で入れてください。この角度でね、垂直の角度でアイロン入れてあげると癖がしっかりと綺麗に伸びてくれます。でも大体の方って、多分皆さんこう下に下ろしてこのまま入れてる方も結構多いかと思います。こうしてしまうと根元の癖が均等に綺麗に伸びなかったりもしたり、あとは最悪の場合、ここ髪の毛が折れてしまう、跡がついてしまう可能性があるので、なるべく垂直に上げてから入れるようにしてください。3つ目のポイントなんですけど、この上の頭頂部、この部分ですね、ここは根元からアイロンを通すのはやめてください。根元から通してしまうと、ここがね、頭頂部がペタンとしてしまいます。なのでなるべく根元を少し開けて、このあたりぐらい、3センチぐらい開けてからアイロンを通してあげると、根元がふんわりとしやすくなるので、その方がバランスが綺麗になります。次に4つ目のポイントなんですけど、アイロンを入れた時に強く引っ張らない、これがポイントになります。癖はアイロンを通してやるだけでも全然伸びます。なんですけど、大体の方は結構ね、強い力でグーッと引っ張りながらアイロンを通す方が結構多いかなと思います。そうすると髪の毛が切れやすかったりとか、それでアホ毛の原因になったりとかしてしまいます。なのでアイロンを通す時は、入れたら優しく挟んでそのまま滑らしていく、これがポイントになります。最後5つ目なんですけど、アイロンを入れる時のこの通すスピードですね、これが速い方も結構いらっしゃいます。なのでなるべく通す時はゆっくり、このぐらいのスピードで優しく通すようにしてください。ゆっくりやりすぎて同じところに、まあ3秒以上置いてしまうと、結構ねそれもダメージの原因になってしまいますので、本当にねこのままスーッと優しく通すようなイメージ、こんな感じでね、やってあげると髪の毛のキューティクルもね、こうしっかりと閉じてくれて、綺麗なツヤが出てきます。なので、ゆっくりやるようにしてください。はい、ということで、こんな感じでやってみました。このね、5つのポイントを守れば、髪の毛のダメージが最小限に抑えれます。面倒な感じに見えますけど、実は一番時短な方法になります。で、最後に、スタイリングの完成度が高くなって、髪の毛が周りから褒められるようになると思います。なのでこの5つの方法を守ってぜひやってみてください。今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。今後もね、皆さんが綺麗で可愛くなれるような動画を作っていきますので、今後ともよろしくお願いします。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。